ームジャケットのこう作りだったりとかそのシルエットそういった話をしていきたいなと思いますね。もともとねあのウィングジャケットさんっていうのは取材などをしていてやっぱり着心地のいいスーツっていうふうにこう巷では言われていて、まあ、実際にこう僕もこうねリングさんのスーツを着てるとかなりパパッとなってすごく動きやすい、なんかそういう気持ちはあるんですけれども、でもなんだかんだ言ってやっぱりこうかっこいいっていうのがね一番のこうポイントなんだと思うんですよね。でもこう僕はなんか実際のねスーツの専門的なことはよく知らないので、なんでリングジャケットのスーツってかっこよく見えるのかなっていうちょっとお伺いしたいんですけど、やっぱりこう着心地がいいっていうのもすごい大事なんですけど、やっぱりその着心地だけじゃなくてスーツがかっこよくないとあかんとで、まあ、変なシワが入れなかったりとか、いかにこう、まあ、かっこよく見せるかっていうのを僕たちと力あの注いでやってきたんで、まあ、一つこうかっこいいっていうポイントとしてはスーツとかジャケットってやっぱりこうバックサイド背中がこう立体的にこう綺麗にはまるのがかっこよくて、あのやっぱりこう S 字を描くようなこうカーブしてる、まあ、このシルエットを作るためにこういろいろ駆使してやってるんですけど、まあ、一つはこう親指のこの上り、あのこういう結構こうベタッとしてるところも多いんですけど、うちの特徴としてはここはふっと上に上って、はい、で、あのこの脇からこう前に肩に向けてもこうぐっと前へという感じで持っていってるんで、まあ、そうすることによって後ろのこう余分なシワが出ないんですよね。ですごいこうこれがこうぐっと垂れ下がってくる極端にこういう感じでぐちゃっとなっちゃうんですよ。それがこう上をぐっと上っていきながら、あの後ろの生地を後ろから前に回していく、それで形にすることによってバックスタイルをこう綺麗な立体感を作るような感じになります。上りっていうんですか、このところはこうシューッとこう綺麗に見えますよね。そうですね、ここがこう肩のラインに沿って上がこうぐっと上っていくと、そうすることによってここがこうなだらかなラインになれるんですよ。まあ極端に言うとこう硬い服っていうのはちょっとここがこうグッと上がってくる感じなので、そうするとちょっとカッチリした硬い感じになっちゃうんですけど、うちの服はどちらかというとその柔らかい肩線が低い、まあ、肩のこのラインが少しなだらかになってて、ここが上がってる、まあ、この傾斜が少しついてるんでよりこう柔らかいというになる、まあ、そういう見え方をするようにやっていきます。馴染みやすくなる。そうですね、まあ、あとはその前肩っていう処理があるんですけど、はい、まあ、あのここの部分にあのスペースを持って見せというとこうちょっとこうシワ分量を取ってそれをあの癖取りして、まあ、アイロンで殺したりとかということでこうグッと回していくような形でこう手を前に動かしやすい、うん、動きやすいようにしていく。あとはこうフロントの部分がこのこのラペルのところをふわっとこう柔らかく変える感じ、まあ、なかなかこれができそうでできないんですよ。で結構こうここがビシャッとこうあの止めてしまうような形になるとちょっとカッチリした感じになっちゃうに対して、ここがこう柔らかくふわっとした感じになってるんでちょっとこうスマートに見えるとかかっこよく見える、うん、リクルートスーツとかですとここが本当にピタッとしてる感じなので、そういうところがリクルートジャケットさんのいいところかなと思います、うん、ちょっとあんまりこうカッチリしすぎないっていうのがすごく大事かなと思いますね。そういうことをしてたんですね。印象がね、とてもこう平板じゃなくて、うん、あのすごくこう立体的、3D な感じがしますね、うん、そうですね、やっぱりこう丸みのあるシルエットとか立体感を出すことによってよりこうスマートに見えるとかかっこよく見えるというのは意識してやっています。まあ、さっきのこう前、うちのジャケットって基本的にはあの前身が狭くて後ろ身が広いという設計になっています。それで、こう前身がこう狭くて後ろ身が広いことになると、まあ、動かしやすいという効果もあるんですけど、まあ、プラスこうまあ、ちょっと見た目のシャープさが出てくるというか、まあ、極端な言い方をすると眉毛が広くなっているとこうちょっとここが広くてぼってりした感じになっちゃうんですね。まあ、着やすさという問題もあるんですけど、プラスそのシルエットの見た目だとやっぱりこう眉がこうシュッとしてこうスマートに見えるので、まあ、すごくかっこよく見えるシルエット。これ相当こんなにやったらこと今言ってますけどね、はいはい、あの大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。でもこうでスーツってこうあの、はい、ブランド名がこう入ってないじゃないですか、はいはい、今ねロゴが入ってくるとはこう人気ですけれども、うん、でもこうパッと見た時に、ね、みんなこうどのブランドかっていうのはこう分からないんですけれども、うん、なぜかねこうリングジャケットのスーツって着てる人ちょっと分かるんですよ。分かるんですか？もうだいぶマニアですけど分かる人は。そうなんですよ、肩の表情だったりすごくナチュラルなんですよね、であの着てる時の感じっていうのが違っていて、はい、あのまあ、個人的に言うとねスーツってこうあの
普段着みたいにこう着てる感じがかっこいいと思ってるんですよ、基本的に言うと。で、あの、リングジャケットを着てる人っていうのは、すごく自然に見えるというか、なんか普段着みたいにこうなんかスッとこうリラックスして着れてる感じっていうのが出るんですよね。それはやっぱりこう 肩とか、こうなだらかなこうラインからこうリラックス感が出るのかななんていうふうに思ったりするんですけど、あの全然違うんですよね、これは不思議なことに。やっぱりその肩周りだけ見てもちょっと、あ、なんかうちの服やなと分かる感じもありますね。うん、そうですね。はい、もうふわっとした感じとか、やっぱりどうしてもここに詰め物したりとか、やっぱりこう形作ろうと思って中にこうテープとか真珠とか入れて、きれいにしやすい方にやるんですけど、そうするとどうしてもこうカチッと硬くなってしまったりとかする。まあ、僕らの特徴としてはやっぱりその、さっきあの山下さんがおっしゃってた柔らかい服っていうか、リラックスした感じがすごい、うん、あの目指している方向なので、本当にもう生地1枚、生地を本当にこう、ふわっとこう仕立てたような形で、なるべく余分なものを使わずに作るっていうのが、僕らのスタイルですね。個人的にやっぱりすごくこう、まあ、びっくりしちゃうっていうのが、はい、あのやっぱり人間の体型ってもう全然違うじゃないですか、人によって。で、あの、僕が着ても、例えばこうちょっとこう違うサイズ、うん、例えば僕はこう、あの48の50の間なんですけれども、うん、オーバーサイズは例えば52のサイズを着ても、うん、なぜかこうそれはそれで決まって見えてしまう。うん、だからそこはね、その、あのやっぱりこう、仕立てがこうあんまり良くないスーツってサイズがこうバチッと完璧にこうフィットしてないと合わないんですよ。でもリングジャケットのスーツってサイズがあってもな合ってなくてもなんとかいけちゃうような、そこはそうですね、あのやっぱりうまく今作られる立体的に作られるという証拠なのかなと思いますね。そう、立体っていうのがすごい大事で、うちの服がそう許容量が多い服かな。やっぱりこう直線の距離だけで測ると何センチ何センチみたいな感じになるんですけど、それをちょっとこう丸みのあるというかこうペタッとしてるんじゃなくて、こう前幅と横幅をこう取りながらカーブさせてやってるんで、そのさっきおっしゃったの細い人が着てもちょっとこう胸幅しっかりしてる人が着てもどっちの人が着てもこうかっこよく見える。やっぱりその立体的に作ってない服ってその本当に体型がバチッと細身の人は細身の人とか、あの筋肉ついてる筋肉つけるとのパターンみたいになかなか会いにくいんですけど、うちの僕の特徴としてはその共用範囲が広いんで、結構こうそのいろんな体型の人とかちょっとサイズがちょっとぐらいブレても、あのこう綺麗にはまるというか、まあ、それがうちの、まあ、ええとこの一つかな。だから奥野さんは、ね、絶対言えないと思いますけれども、うん、下手なオーダースーツよりもかっこよく決まるんですよね。だから日本だけじゃなくてその世界でもこう受け入れられて入れられてるっていうのもあるかもしれないですね。うんうん、そうですね。僕はね、本当にこうものすごい今こうマニアックあのこういう話を多分ね、はい、こうあのどこかおじさんとかにこうするととってもこう喜ばれる。こう喜ばってるな。喜ばれるか、はい、惹かれるかどっちかだと思う。リングジャケットのかっこよさのポイントとしてはですね、着た時も当然、着た瞬間ももちろんこうバチッと鏡に映したというかっこいいというのはもう当たり前なんですけれども、動いてもこうかっこいいというか、すごく絵になるような服だなというふうに思うんですよね。そこら辺でなんかどこにこうポイントがあるのかなと思うんですけど、でこうアームホール、うん、まあ、そのあたりの作り方がちょっとこう特徴があるかなと思うんですね。どういうことなんですか？アームホールってこの腕のここ の、はい、あの入るところなんですけど、なんか一般的にはなんかアームホールがこう広い方が動きやすい、まあ、あのって思われがちなんですけど、実は逆で、はい、あのハイアームちょっとアームホールのここがちょっと高くなってる方が動きやすいんですよ。そうなんですか。ってことはここが狭いってことですよね。そうですね。アームホールが大きい方が動きやすいではなくて、ではなくて結構みんな勘違いしてるんですけど、アームホール大きい方がこう当たりが動きやすいと思いがちなんですけど、逆にこうアームホールが大きいとここが下に下がってくるんで、こう動いた時にすぐ生地がついてきてしまう。ですので、こうある程度こう脇下にこうパッとはまるような、ちょっとアームホールの位置がすごく高めになっている方が、あの他の服が一緒に動いてこない。あの手がすごく動きやすくて、その動いた時にも綺麗なシルエットが出るんですね。それが動きやすいとか。そうですね、動きやすくて、かつこうかっこよく見えるというか。よく俳優のフレッド・アステアがスーツを着てものすごくこう激しく動いてるのに、全くこうそのスーツのコントロールができないのがかっこいいっていうのは、
やっぱりそういうところから来てる、ね、それはすごくあると思います。やっぱりでもそこには高い技術が必要になるということなんですかね。そうですね、やっぱりこうアンブロードを高く持ってくるのと、その前からさっき話した形とか、はい、まあ、いろんなこうやっぱりこう直線的に縫うだけやと簡単なんですけど、やっぱりその立体的にこうカーブしたものをこうつけていくんで、まあ、高い技術がすごい必要になっています、ね。